お疲れ。よく頑張ったね。誰も怪我しなかった？ああ、大丈夫。ただいま。ちょうど今戻ってきたところだよ。もちろん任務は成功。ちょっとだけクリーチャーに手間取ったけど、なんとかなったよ。ヤナちゃん、してくれてありがとう。でも私なら大丈夫だよ。その証拠にこうしてピンピンしてるでしょ。それにみんなが無事に帰還するためだから、なるべく誰にも怪我とかしてほしくないんだ。そのためなら私、おとりでも的でも何にでもなるよ。心配しなくても、私なら平気だって。ずるいな隊長。そんなこと言われたら聞くしかないじゃない。おはよう。今からちょっとツーリングに行ってくるよ。それで待ち合わせしてるんだけど。ああ、来た来た。はーい、こっちこっち。全然、今来たところ。って、あれ？キルスティちゃんも来たの？大丈夫だよ。なら2人に報告しておこうかな。このツーリングはね、安全運転で行こうと思ってるからね。この間隊長とヤーナちゃんが注意してくれたこと、しっかり受け止めようと思っていろいろ考えたんだ。それでまずは趣味のツーリングで安全への意識を高めようかなってね。男子禁制だよ。隊長とはまた今度山道でも攻めようよ。ヤーナちゃん、ちゃんと安全運転してるかどうか監督してくれるってさ。よろしくね。
もしかして心配して待っててくれたの？安心して、普段よりずっとスピードを抑えて走ったから。こんな安全運転初めてかも。いつもは思いっきりかっ飛ばすから。ほんのちょっとね。でも悪くなかったよ。いつもより落ち着いて景色を見られたし。ツーリングだけじゃなくて、任務も普段の生活も、これからは毎日安全には気をつけるよ。隊長やヤーナちゃん、周りの仲間たちに心配かけたくないからね。乗り物に弱かったのね。悪いことしちゃったな。